もうですね、この世とあの世とか、天国とか地獄とか、時間が逆行するとか、え、子論的には人間は量子的な存在で壁を突き抜けることができるとか、空を飛ぶこともできるとか、実はここまで量子論っていうのはですね、あの、肯定してるんですよ。量子的にですね、言うとですね、あの世もあるし、あの世には、あの、閻魔大王もいるし、あと天使たちもいるし、えー、 神を名乗るようなですね、いろんな人もいると。ここまで実は量子論っていうのはですね、あの、含まれます。この世とあの世の学問なんで。ですけどですね、あの、普通の量子論の方にですねあの、あの世もあるとかこの世もあるっていうのは表記しませんね。ですからそれ入れちゃうとあの、 宗教本に見られちゃうんで、そこまでいらないんですけど、壁を突き抜けたり、空を飛んだり、時間を逆行したり、要するに生きてる状態もあるし、死んでる状態もあるっていう、このぐらいのですね、表現でですね、抑えてますと。ですけど、このですね、一三千世界ってなんでビッグバンが起きて生まれてくるのかってのは、わからないんですよ、学者たちには。下脱してない人たちには。この上の世界を教えるのが、 え、法華経ですね。で、それを学ぶことができるのは三次元なんですよ。で、それを教えるためにスーパー大菩薩をですね、生き出させて育成して、生まれ変わらせて、この世界に派遣してるんですよ。で、そんな人たちがですね、スーパー大菩薩が生まれ変わったのは、天台地義さんとか、あと、ボロブドゥールですね。あの、今のインドネシアのボロブドゥールね、ボロブドゥールの遺跡なんか作った、デザインしたお坊さんなんか、スーパー大菩薩ですね。これよくできてますね、はい。 で、こういう人たちの教えはですね、このモニュメントを通して、普通の人がですね、この八次元で上の世界を学ぶと。じゃあ、八次元っていうのが一つの三千世界であったら、九次元って何かっていうと、九次元っていうのは要するに、この一つの三千世界、第地の無限ですね。この一つの三千世界が無限個集まったのが九次元なんですよ。で、九次元っていうのは、一仏国土、一三千億道っって、 で、このですね、一仏国土にはですね、えー、如来がいて、そしてその周りにですね、まあ、明音菩薩のようにですね、もう過去にすでに他の如来の元で下脱して、そしてビッグバンを起こすことを誓ったですね、えー、菩薩がいますと。スーパー大菩薩ですね。で、このスーパー大菩薩はですね、えー、どんなものにでも生まれ変わることができますし、どんな世界にでも行けるんですよ。サイババがよく言うですね、何にでもなれるし、 どこにでも行ける。アートマは何にでもなれるし、どこにでも行けるっていう。この何にでもなれるっていうレベルがですね、一三千世界の何にでもなれる、生まれ変わるんではなくて、えー、もう、えー、無限の三千世界のどこにでも生まれ変われると。それはもう一つのですね、あの、 三千世界の中に生まれ変わっている一の一つの因果率を超えて生まれ変わったその三千世界では全く別なですね因果率の中に全く違う生命体にもなれますし全く違う重力全く違うあの時間の進み方全く関係ないようなあの何にでもなるんですよとにかくこのですね自由性があるのが九次元一仏国土から生まれ変わることができる菩薩の 神通力ですね。はい。で、さらにですね、このですね、1、3000億つまり無限の3000世界に生まれ変わることができる、えー、スーパー大菩薩。